こんにちは。今日は部屋でできるボールタッチトレーニングスクラッチレベル1をやっていきます。ではやってみます。やり方の説明をします。親指の母指球の付け根で引っ張って、そのまま足裏で離す、この動きです。ゆっくりやってみます。ポイントは、軸足に体重をしっかりと残して、ボールタッチは力を抜いて撫でるようにやることです。まずはその場でやってみましょう。慣れてきたら体の動きを加えて、連続してやると皮膚にできるようにもなってきます。スクラッチレベル1、ぜひ練習してみてください。